すごい名前指がピカピカ。皆さんや、まえちゃん、ログインボーナス今スタートしました。チップさんこんにちは。仕事終わりました。お疲れ様です。今日はちょっぴり早い遅めどっちだろう。ワイツワイツワイツ、こんにちは。雨に降られてないですか？大丈夫ですか？雨やばいんですか？知らなかった。そんなに皆さん雨降ってます？今大阪ですか？ YouTube 垂れ流してたら始まりました。ありがとう、垂れ流し本当にありがとうございます。ありがたいです。私は編集を頑張りますのでお待ちください。よろしくお願いいたします。こんにちは、石田さん。絶望的に仕事終わりません。大丈夫ですか、玉ねぎさん。絶望的に終わらんって皆さんこんにちは。タカさんオラ。今仕事終わった。いつもタイミングバッチリですね。だってもうね、みんなのこと私はこう見てるからさ、やっぱりみんなのことを見てるから、今みんな仕事終わったやろなみたいな、みたいな小林さん初見です。こんにちは、いらっしゃい。みっちゃんさんいらっしゃい。終電コース今日も。うわマジですか、つらい。皆さんちゃんと垂れ流ししてますかって。皆さん YouTube チャンネル、神枝美香の YouTube チャンネル、ちゃんと垂れ流ししてますか。皆さんちゃんと垂れ流ししてください。練習のどいたくていけなかったから、今日今からえ今日たった今からトップガン見ます。予告始まった。おしゃ、めっちゃおもろかったですよ、トップガン。私すごい楽しみました、トップガン。楽しんでください本当に良かった、トップガン。イズムさんこんにちは。いつも仕事終わって車乗るタイミングで通知が来ますって。もう見えてるんかもねもはやもう見えてるんかも私はもはやもはや見えてます。あなたのことを見えています。よいしょ。明日から2連休、めっちゃ寝てやる。めっちゃいい。睡眠足りてないぜ。シンポリツ、ともやすくんこんにちは。村木さんこんにちは。見えてないやろって突っ込まれちゃった。ストーカーかも。たかちゃんさんまた来ちゃった。いらっしゃい。また来ちゃったって、なんか面白い言い方。あれ定期分みたいなやつにしようかな。また来ちゃった。進捗率って何ですか。ぼっちさんこんにちは。ぼっちなの、ぼっちさん、ぼっちなの。お、仕事終わってモビル飲んでるって。石田さんが久しぶりに仕事サボってないいつも仕事サボってるから、私が配信するとき見えてる怖いって見えてるぜ。ユナイテッドシネマで会員カードドラゴンボールバージョンが販売してるんで、それに切り替えました。すごい、何それ。会員カードがドラえもんじゃない、なんでドラえもんって言った私。ドラゴンボールなんですか。めっちゃいいじゃないですか。ドラゴンボールファンにはたまらんやつやん。これだけの人が見てくれればもっと進むはず。それは確かにそうだ、確かにそうだ。皆さん1日1時間だけでもいいので私の YouTube チャンネル流し見してもらえませんでしょうか。えみちのために名前変えたよって。たかちゃんありがとうございます。ありがとう。昨日まで名前違うかったから、たかちゃんに変えてよって言ってたもんね。ありがとうございます。これでたかちゃん呼びがしやすくなった。今からワンちゃん迎える準備しました。あ、今からワンちゃん迎えるんですか。サボってうちにハウルかなって。ハウルって何。ハウルの動く城水村さん、みずむさんナイス、だるまさんナイスです。ありがとうございます。たかっぺいらっしゃい。
ハウルって何や、あ、打ち間違いやと、私が知らんだけやと思った。水ムーさん、だるま100個受け取りました、ありがとうございます。ナイスー。ハウルテーって、ハウルが気になる、なんでしょう。今日はね、寝不足、頭が、あ、ハウリング、ハウリングですか。ペペさん、こんばんは。ゴータマブッタージ、ブッタージ、ゴータマブッタージが、あの、一個も味が想像できない、ね、ゴータマもわからんし、ブッタージもわかんないんだけど、わかりますか皆さん。パソコンに切り替える、了解です。来週ビーグル犬が、ビーグル犬迎えるんですか。え、マジですか。ワンちゃんとの二人暮らしが始まるって、最高じゃないですか。達弘さん、めっちゃいい。入るね、サボってるうちに入るかなって。もうサボってるうちには入んないけどみたいな、いつも仕事中に配信するっていう。え、釈迦の味、今から携帯受け入れる準備しますって。携帯を新しくするんですね。ゴータマブッダは阿弥陀さんのこと。え、どんな味どんな味。お釈迦様の本命、本命ちゃうわ、間違った間違った、本名、本名なんですか。初めて知った、本名。そうなの。2回目のバーベキューイベントはワンちゃん OK って企画してくれ、絶対楽しいやん、それむちゃくちゃ楽しいやんかい。お釈迦さんですね、ありがたい。シャリの味が、どんな味、どんな味。仏教を作った人、ゴーダマジッタールだ。よかった、変なこと言わんで。卵ですかとか言わんでよかった、ほんまに。マルスさん、こんにちは。BPM さん、こんにちは。ラジオ配信です。ただいまラジオ配信なんですけど、大丈夫ですか？迎えるビークル、0歳？どこで出会ったんですか？いいな、楽しい毎日の始まりじゃないですか。坂本さん、こんにちは。こんにちは。もう本名でいいやんって、私本名のことずっと本名って言っちゃうんですよ。いいですか、もう、もういっか、本名で。亀井大美香は本名で、ずっと本名のこと本名って言っちゃう。シャワー浴びようと準備したとこ、あ、今からシャワー。ともさん、こんにちは。ゆきおさん、こんにちは。そう、本命、競馬好きが出てもうてるわ。競馬好きってわけでもないのにな、おかしいな。知り合いの家がビーグル生まれたから譲ってくれる、しかも無料で。なるほど、そういうことね。あ、シャリはシャリでも漢字の違う方の。今帰ってきた、おかえり高木さん。今日の夜ご飯、冷やし中華最高。冷やし中華始めました。きゅうり、きゅうり入り。そう、本命になっちゃうよ、そっちに。本名って呼んじゃわへん、本命って呼んじゃうの。この時間に配信が始まると、食事の支度ができない。食事の支度をしながらのラジオってどうですか。ジュンジさん、こんにちは。ゆきおさん、ファンデベアップ、ナイスです。仕事終わらせてファンシー、お、ナイス。今からですか。ワンちゃん迎えたら構いたくて、仕事もどこも行きたくなりそう。そうなのよ、ほんとそうなのよ。計
えばもう20年以上してないわ、確かに本命やなって。 そっちに読んじゃう。えみちゃん、冷やし中華にマヨネーズとからし入れますか？え、入れないです。入れるとかあるんですか？え、そうなん？知らなんだ。冷やし中華にマヨネーズとからし、入れないな。最近気づいたけど、私ほんと素材の味が好きみたいで、まあでも唐揚げ買ってなんかお塩みたいなのついてたけど、気づいたらかけずに終わってた。マヨネーズかけるって、マヨは入れないって。塚さんは逆ですね。じゃあやんちょくれさんと塚さん真逆。からしは入れるかなって。そうなんや。え、冷やし中華ってそんなん入れましたっけ？あ、今職場から向かってるところ。今日も暑いって。今日は暑い。でも昨日の方が暑かった。このトップがいつの、このトップがは2週間前ぐらい、嘘、3週間前ぐらい、東京にいる時の写真です。え、豚まんにからし関西だけなんですか？え、そう、タレのみですよね。私もタレのみ。豚まんもシューマイもからし使わない？やんちょくれさんは使わないって。あ、からしは気分次第で入れる。私も気分次第かも。西日がきつい。でも西日ってさ、そんなになんかうわあっつみたいなぐらいにはならないですよね。お昼間の太陽がうわっつになるけど。水ぶさん、お花いっぱい、ナイス、ありがとうございます。たくさんありがとう。豚まんに醤油やソースつけるのが信じられないくらい、ありえないって思ってる。言わない言わんけど思ってる。東京で豚まん買った時にからしないのって聞いたらびっくりしちゃった。そうなんや。関東は豚まんってなんて言うんですか？肉まん？からしついてるのは当たり前ですね。確かに、つけるかつけないかは人によるとしても、からし絶対ついてる。豚まん買ったら、あー、外仕事の人は暑くて絶対大変。私もできん。あ、オッケー、玉ねぎさん無理しないでね。いってらっしゃい、頑張ってください。よいしょ。あー、そういうことか。牛じゃないってことで豚まん。なるほど。肉でも、肉は肉でも豚。あ、だからそうね、ペペさんのその言ってるのは、やんちゃくれさんのこの西日本、特に大阪、肉というと牛肉を指すから牛じゃないということで豚まんらしい。ガガイチめっちゃくれる。めっちゃくれるよね豚まん。あれ、ジュウさんも夏外で撮影あるから絶対暑いでしょうって。でも全然私撮影とか、まあ暑い時もあるけど、寒い方が苦手やからかな、あんまり夏で安心どいってならない。玉ねぎさん、お花ナイス。玉ねぎさん、お花ナイスです、ありがとうございます。よいしょ。肉、じゃがいも、牛、え、なんだ、肉は牛を刺すことから、東西で牛か豚か違いがあったり。豚まんも肉まんも売ってるから両方言うって。午後一新米買うときは餃子のタレとからしもらいます。あ、餃子をつけるんや。餃子のタレ美味しそう、めっちゃ美味しそう。玉ねぎさん、お花ありがとうね。関東は薄がた、薄って何？薄？お酢？お酢かしら、これひょっとして。
やっぱりゴジや。関西では肉は牛で、関東では豚がく。なるほどね。あ、牛肉、あ、オスでも何でもなかった。牛か。あ、こういうネタ結構聞くから徹底的に調べた。へえ、すごい。オッケー、映画集中してください、タカさん。いってらっしゃい。楽しいでね。いいね、映画。最高だね。よいしょ。うん。よいしょ。あ、ただゆきさん、無音でいてくれてたの。ただゆきさん、またね。ありがとうございます。無音なの、無音なのやばいよ、皆さん。ラジオで無音なの、マジでやばい。尊い、達弘さん、尊い、ナイス、ありがとうございます。ブッタージさんっていうのめっちゃおもろい人気の。トップガンは窓から飛び降りたところが好き。ああ、可愛かった。可愛かった。イヤホンつけてるからでも聞いてます。あ、OK です。イヤホンってほんま便利。ね、イヤホンって便利ですよね。投票機能あるよ。なんか投票します？あ、やばい、充電が。充電がないって。充電しよう。よいしょ。ヤンチャクルさんとペペさんが仲良くなってる。ただ見るの好きなんですよ。イベントとかでも。ファンの人同士が喋ってるの見るの好き。なんて言ったらいいのな、気持ち的には、参観に来てくれた自分のお母さんが友達のお母さんと喋ってる時みたいな気持ちになる。さあ、充電なしは通常営業。ナンバー行く時あるが、551の豚も食べたことない。食べてみてください、高木さん、めっちゃ美味しいんで。電車行っちゃった。あれ、大丈夫？間に合わなかった？なるほどってマットさん初見で。なるほど、いらっしゃい、達弘さん。おお、ありがとうございます。これはハト？ハト、ナイス、ありがとうございます。達弘さん、あれからサイト見に行ったら新型トップガンモデルの腕時計が135万だって。高よいしょ。あんまり時計には興味がないな、私。お腹いっぱいでも551には行くって。めっちゃ美味しいですもんね。ほんまに大阪来たら絶対買っていってほしい。本当にマジで。なんか例えば お好み焼きか、まあまあまあお好み焼き食べれんくっても、まあワンチャン東京で食べてもろうてみたいななるけど、551の味はさ、東京には探せないよ。ショールームに課金するの面白く感じてきたって。達弘さん、達弘さん急にやばいところに足を踏み入れましたね。私はありがたいんだが551の方来、イオンモールの初期品売り場に3つ入り約500円、5000円、500円か、500円で売ってるね。食べきれへんのかーい。ゆみちのファンの年齢層を知りたいって。私と同い年ぐらいから結構おじちゃんぐらいまでいますね。わかります？そうそう、知人の子供と自分の子供が仲良くなったら嬉しいもんね。そう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じです。山さん、ちら黄色信号？どういうこと、どういうこと？551並んでるから、また次でいいかってなる。あ、そんなに並んでる？読んだ？ずかさんコメント、あ、読んだか。ずかさん何歳だって？内緒？いつもずかさん自分で、ね、言ってくるねん、こういう年齢の話してたら。
あ、課金が楽しくなるとって、おじさんですって、ずかさんが。なんでですか、年齢気になりました。あやまさんもおじさんですだって。え、そのそうなんですか。ペペさん孫がいるんですか、3人も。やば、すごい。え、孫さん、お孫さんあるってことはおじいちゃんだ。おじいさんですかって書いてる。25歳、2回言ってるし、ずかさんテンパって2回売ってもうてるし。テンパって2回売ってるぜ。よいしょ。AKB の推しメンも課金したことないわって。マジで、達弘さん、エミカが初めてですか、ひょっとして。え、エミカが初めてで課金してくれたんですか。マジで言ってますか。え、ポケットからキュンですやん、やば。本当に、やーくんこんばんは。自分の子供が何歳かで大体年齢差が見えるかもしれないだって。確かにかもしれない。あ、ね、何歳でこうパパママになったか、まあでも人によるけどな。50代初頭の G です。初孫は来年高校受験。めっちゃ若めのおじいちゃんじゃないですか。じゃあ若いおじいちゃんじゃん。おいっ子めいっ子がエミカより一つ上。お、そうなのか。これは金飛ぶぞ、まあいいかって。達弘さんめっちゃおもろい。達弘さんめっちゃおもろい。私すごいなと思うのが、もうショールームめちゃくちゃギフトがあってさ、スタンプめちゃくちゃあって、新しいの出たらうわすごいってなるじゃないですか。こんなのあるのみたいな。確かにそれは癖になっちゃう。私の子供は平成13年生まれです。私16年やったらもっと若い。私は平成6年生まれなので9歳違いですか。 AKB48 推しメン誰もいないって。高橋さん誰もいない。中学の同級生高校行かずにママになったって。全然普通やもんね。40になる前に G になりました。すごい、めっちゃいい。若いおじいちゃんめっちゃ嬉しいね。金飛んでるぞ、ギフト以外でだけどって。毛が飛んでるって、ずかさん毛が飛んでいってしまっている。子供どころか嫁おらん。つまりは、94ライン94年代ってことかな。94年世代ですですです。昨日も言ったけどショールーム、やばいやば、風が強すぎてドアガタガタ言ってる。昨日も言ったけどショールームはギフトの宝だからねって。すごいね、本当にめちゃくちゃ面白い。全部知りたくなるもん。参観日に俺あの年代が話題になるってなってたっけな。いや、よいしょ、ただいま。同級生の子供がここ入学とか聞くと萎えるって。萎えんとって、しんじさん萎えんとって、人それぞれやから。萎えないで、萎えないでいこう。面白い。ちなみにうちの娘の同級生、あ、息子の同級生かな、息子の同級生大島優子ちゃん、梅ちゃんもそうかなって。あ、梅ちゃんとか大島優子さんの年代ってことですか。1万円のお知らせ、もう少し時間をくれ。よっしゃ。
達弘さんに時間を与えましょう娘の間違いでした。急に蒸し出したと思ったけど、急に料理してると思いました。イオンシネマが1100円で見られる年齢、あ、何歳以上ってわかる。これはとある事情で数年子育てしたけど、その子今24歳だって。え、24歳、若い、めっちゃ若い。カボちゃん、カボちゃんさんいらっしゃい。達弘さんフォンルームアップ、ありがとうございます。ダハを投げることはないだろうなって、あれかもしらへんやん、シンジさん、あれかもしらへんで。まだ競馬1713か、713当たってないやん。5時拾ってくれてありがとうとんでもないですしっかりしっかり拾えるとこは拾っていきます。え、何歳やろイオンシネマの割引って、知ってる方GG 割引でって書いてる。石田さんちのゆみさんの学年上って、一つ学年上ってことに衝撃が。え、ユーミンさん今何歳なん？ユーミンさんってそんなに若いの？バカ、そこにびっくりやねんけど。ゆうちゃん23歳なん？あ、そういうこと。大島優子世代は1988から89年だって。多分投げることがあっても1000を10個投げる。なるほどね、100個って言いそうになった。でもエミチはタワー嫌いだから投げなくていいでしょって。いつタワー嫌いって言ったっけ急にタワー嫌いにされてた、されてた。あれれれ、おかしいな、おかしいな。 G を逆さにすると 6？ え、66歳以上ってこと？そんなゾロ目みたいな感じのあれやったっけ。え、そうなんですか。山さんお花ナイス、ありがとうございます。うちは親子丼にギリギリ昭和。あ、親子丼じゃない間違った親子ともにやのに親子丼やって、急になんか親子丼なんで蒸したり親子丼やったりってめっちゃ思った、本当にびっくりした。あ、55歳が66かと思ってびっくりした。投げられるタワーは東京タワーだけだって。東京タワーね、絵文字のってこと。これはゆうちゃん若っ。ゆうちゃん23なん。姉が大島優子と年齢一緒。あ、そうなんや。達弘さん今知った？タワー一つよりクマ30この方がポイント的には良かったりする。そういうことね、そういうことね。感覚でいいよ、見せげナイス親子丼びっくりした。急に親子丼出てきて私がびっくりしたわ。高木さんハートナイス、ありがとうございます。ひゃーこー、ひゃーこのハートありがとう、ありがとうございます。お、かわいい。高木さんかわいい、ありがとう。かわいい、かわいい。エミカいくつになるんだ、だってエミカにやばい、席に邪魔された。多分言ったら死ぬ多分言ったら息できひんくなっちゃうやつかも、これ。やばいやばい、危ない危ないって言わんとこ。普通に今言おうとしたらさ、急に席出てきちゃったからびっくりしたよね。言っちゃあかんねやと思ったから言わんとこうかな。秘密秘密今日マジで寝不足で本当に、なんかめっちゃ眠たい。昨日久しぶりに電車の中で寝そうやった。ショールームはひょんなコメントが不思議になるから、あれよ、もう文字に困るんよって。やんちゃくさんが困ってるんよ。なんてなんて、何、ほ、あ、死なれたら困るって言ったのかな、これな。にゃんさんかわいい、ありがとう。
書いてるうちにずかさん欲してるし、さすがずかさん、さすがです、本当にさすが、ありがとうございます。えみちが動かない、ごめんなさい、かずきさん動かないの、ごめんなさい。今ラジオ配信中で、多分9時半ぐらいになればもう一回戻ってきてで配信しますので、はい、その時はお顔出しますので、はい、よかったらそのまま来てくださると嬉しみです。声は可愛い、ありがとう、ありがとう。声ない、声ないじゃあ顔ない方がいい、逆に逆に。あ、そうだ、こんなところで、あ、そうです、今日本にいます、山さん、はい、がっつり今日本にいます。そして6月12日に大阪でバーベキューイベントがあります、イエイ、あります。声は？声もって言ってくれてありがとう。顔もっと可愛い、ありがとう。もう優しい。そのコメントだけで頑張れるぜ。あ、顔はもっと可愛い。優しい。みんなのコメントが温かすぎてもう夏が来ちゃう。ガールズペディア。2022スプリングチヒのグラビアを見てる。たけさん勝った言ってたもんね。関西弁、私の関西弁が癒し系でしたって。マジですか。バーベキューあと5人お願いします。そう、あと5人来てほしいんです。あと5人。山さん、バーベキューイベントですか、すごいって。山さん来てくれるって言ってたのにノリが、ノリが初めましてのノリ、これひょっとして、はじめましてで突き通すやつかな。バーベキューイベント楽しみすぎてお腹空いてきたって、本当お腹空いてきた。もう来週、早いよ、どうしよう、どうしよう。たまに、そう、そのバーベキューイベントがね、なんか30人、30人って何、30人って何でね、30人って言ったのか分からへん。2、あと3日って言いたかったんか。あと2日や、あと2日、しかも。あと2日で申し込みが締め切られちゃうみたいです。はい、ちょっと待ってな、ポーズ変える。もう来週なんです。バーベキュー楽しみすぎてお腹すくね、本当に。下りの新幹線がワクワクする。なんで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 。そう、バーベキューイベントが12日にあるんですけれども、あと5人増やしたくてですね。そう、あと5人新規のご予約様を増やしたくて、はい、そわそわしております。もしよければお友達などいましたら誘っていただけるととてもとても嬉しゅうございます。よろしくお願いいたします。エミカに会いに行けるから。なんて可愛いコメントなのさすがなの。だから下りの新幹線でワクワクするって可愛すぎる。いや、携帯が落ちた。上りはボケーっとしとるボキーっと。そうだよ、食べ飲み放題、おまけにエミカに会えるんですよ、言うて。皆さん宣伝お協力お願いいたします。で、来てくれはる方はたくさんチェキ取っていただいて、いっぱい思い出を残しましょう。食べ放題最高、
久しぶりの食べ放題かもしれぬ。またおしゃべりクッキングかいなってタララッタ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 タララッタッタッタ、これちゃうわ、これ何やったっけ、3分クッキングや、その前に会ってるけどって。確かに12日はお話し会があるからね。そう、お話し会もあるのでワクワクドキドキです。チェキまで取れるんですか。そう、チェキまで取れちゃうんです嘘、高木さんが愛用してる J リー店トリンドルレナさん起用の CM って、そうなんですか、めっちゃ有名なところ、キューピーです3分クッキングやん、パララッパ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 パララッパ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 、なんかあれできるんかな、チェキも食えるんかいな、チェキも食べれちゃう。ラストオーダーは何分前ですか。あ、間違った、食べ放題ではない、食べ放題ではないや、飲み放題やけどもう決まってるんですよね。ワクワクドキドキ、最悪からから最悪、最後の最後の一文やだ最後の一文がちょっとやだな。そう、チェキも食べれるってチェキ食べれるって、チェキは食べたあかんわ、羊やん、羊し、え、じゃあヤギさんか、白ヤギさんたら読まずに食べたってやつやん。汚い金が流れますせーって、汚い金って、汚い金ってなんやん、よいしょ、音楽をかけたいんだが、よいしょ、追加オーダーは他のお店でだって、アラカルトみたいなのをなんか追加でオーダーしてもらうことは可能っぽいですよ。でもよしさんこんにちは、耳つぶれるかと思った、すいません、びっくりした、爆音じゃん、びっくりした、すいません確かに汚いが最近ニュースでよく見ますね、全く回ってこないですよ私には、すいません。そう、コース料理的な感じです、劇場の横のうどんなら安いでやって、私のそう、なんかね、2人前とかは頼めやんかもしらへんけど、どこだ、そう、アラカルトがあるので足りなければ別途注文してもらうことは可能ですって普通でも話回ってこないかな、ジュリせんけどって、おうどん食べたい、おうどん、今日おうどん、夜すき焼きおうどん、久しぶりにバター聞いた気がする、劇場から30秒ってストーリーにアップしてたな、そうなんその曲が NMB の北川賢治かって、そういうことにしとこうかな
やばい、することないわって。どういうこと達弘くん、今今ですか、ナウで。またおっさんで二次会か言ってる。おっさん二次会最高やな、参加したい絶対あかんけど参加したい。でも皆さんこう二次会しといてくれるとすごいなんか楽しいですよね、うん、すごい楽しい。みんながこうやってわちゃわちゃってこうさね、なんやろ、私の知らないところで楽しんでるみたいな話聞くとすごい嬉しい。私ナウで私の配信聞こうぜ。あ違う、そういうことじゃない。私よく北川賢治にしては若い感じのノリの曲やな。北川賢治も若い感じのノリ曲やでジャガバター超好き。隣のテーブルに実はいましたってのが一番のドッキリ。あ私、あ違うわ、私がおっさん二次会の隣のテーブルにいましたって。メガネ率が異常に高い二次会、楽しそうなんだけど。株式会社ノースリーバーって何、溢れ出した声をなあのってなんだな、夢じゃない夢じゃない足音うんふんふん嘘じゃない、届け奇跡じゃなくていい。めっちゃ好きなのこの曲、久しぶりに聞いた。実在する北川賢治の会社、あそういうこと、来た瞬間にバレるって。めっちゃもうなんか変装しまくってヒゲとかつけていく。俺の元推しメンは何してるかな、芸能界辞めたから何も分からん。あそうなんですか、芸能界辞めちゃったんですか。誰誰誰やったっけ。北川賢治は演歌歌手やと思ってた。めちゃくちゃおもろいじゃないですか、急に演歌歌手、急に NMB の曲やしね、めちゃくちゃねあれですよ、ポップゆうはん、ゆうはんさん参加してたね。黒板の横にいたったりしててね、本物の北川賢治だって、あの PV のね。忘れない忘れない手のひらの上無駄じゃない、それも全て伝えたい。西川れいちゃんドラフト生ちゃうっけ。どんなに変装しても店に入った瞬間呼ばれるでやってみんな目がこらえ、こう超えてる私に対して。そういえば今月からうちの会社に NMB のスタッフやってた人が入ったで、 DMM 配信のこと。えすごい、まさかの第3、そんなことあるんですか。ドラフト、えじゃあわかるやん、やっぱりキャプテンだったから意味がドラフト生わかるねん。そうなのわかるんです、ドラフト生は。みんなのプロフィールとにらめっこしてたからね、私も。懐かしい、ドラフト生。え名前聞いたらえみち知ってるスタッフさんやったりしてって。どうしよう、知らんかったらえ知らないですけどって言われたら、え NMB やったんやけどってなる。バイト AKB 知ってはるって。バイト AKB 聞いたことあるよ、会ったことないけど。れいちゃんを知ってるとは奇跡だわ。だって多分れいちゃんは私のこと知らんと思うけど。奇跡じゃなくていい、なくていい、生きてやつと輝くから。トリンドルレナさん、着用ピアスやネックレスいいなって。かわいい、こそっとコンビニ行って弁当買ってきた
こそっと行かなあかんの？堂々と行かれへんの？こそっと行かなあかんねん。フットボールアワー MC のドラフトだったかなーって。あな、第何回？ 2やったらみんな私おったからな。でもその会場にはいなかったのよ、休業中やって。ちょうど俺のこと、私のこと全部悲しすぎるやろって。休業してたんよ、だって私。そうそう、2位やったらシオンと同期。やっぱじゃあ2位や。ドラニー、バイトやケビン、ラーメン屋の店主やら、女子プロレスラーやら、アイドルやら、多彩やな。そうなんですね、詳しいですね。ダイさん配信中に行ってるとは思わんやろやって。まあ確か、え、でも全然行ってる人たくさんいるでしょ。コンビニぐらいね。お仕事中に配信聞いてる人もいるぐらいやから。こちら、あ、レタスさんや。レタスでおなじみレタスさんや。いらっしゃい。レタスじゃないっすよって書いてるけど、いつも私もレタスって呼んじゃうの、間違って。すいません、いつも。ラーメン屋さん、なんで叩かれちゃったん、かわいそう。何もかも捨ててくよ、どこまでもどこまでも。水野さん、ロボット宇宙人さん、ハートありがとうございます。やったね。アイス買ってくるの忘れた。何アイス、何アイス。れいちゃん今年高校卒業して栄養士になるために今年高校から学校、今年から行ってるんだよね。すごい、めっちゃすごいですね。それは応援したくなる。え、待って、水ムーさん、ハート100個ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとうございます。たくさん、水ムーさん毎回いっぱいハートとか送ってくれる。本当にだるまさんとかね、本当ありがとうございます。チョコザワゴリゾー、あれ美味しいんですか？よく見るけど買ったことないの。そう、まだ買ったことないんです。あ、これれいちゃんの。そうなんや。れいちゃんって聞いたらもう上西れいちゃんの方を思い出しちゃうよね。 NMB としては神なの。思い出せる君たちへ、 B2 の会いたかった、出てきたから見てる。嘘、めちゃくちゃ思い出深いやつ。ハーゲンダッツなら絶えず5個はある。すごい、ハーゲンダッツってだいぶリッチなのに絶えずあるってところがすごい。めちゃすご、おいしい。実はうちの社長が NMB の元メンバーと知り合いらしいで、だって。そうなんですか、すごい。みんなんか、ダイさんめっちゃなんかすごいですね、いろいろつながってはるね。よいしょ。まあ NMBもうね、メンバーもたくさんいるからね。うん、サラリーサラリー、おいしいよって。食べたい、チョコザワゴリゾー。あ、卒業公演も行けたし号泣して帰ったわって。そう、これチケット売れ残って最後に完売したやつです。この前れいちゃん、うんうん、まあタレント業界もかじっとるからなって。あ、ダイさん、ダイさんタレント業界もかじってる。
にゃー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 、めっちゃもう映画思い出す。これ見てないけど見たかったから思い出す。知ってる皆さん、何鈴かけ始まってるやんって。鈴かけ始まってるとはどっかでやってるんですか。タレント業界、配信業界、伝説ガラス業界、なんかいろいろありすぎていろいろありすぎて姉ちゃん、中西レイちゃんも綺麗だよね。レイって名前はみんなビジュアルいいよね多分ってレイちゃん推し、世の中のレイさん推しになってる達弘さん。エミチさん、今でも曲聴いたら踊れるのって。そうやな、曲にもよると思うけど結構踊れるの多いと思います。おかえりなさいペペさん。あ、 NMB の公演のことか。千秋楽なんや今日。告白の空砲公演、もう鈴かけなって呼んでたん。一曲目が鈴かけやからってこと。千秋楽せずに新公演始まったってやつ。二曲目上から読んでも。2曲目涙の湘南2曲目上から読んでもで涙の湘南って分かるのすごくないですか。えみちゃん、お前が踊ってればいいじゃないって。急に投げやりな。そう、みいきさんがセンターの公演なんですよね。今日が千秋楽なんよね。そうなんやね。キンマートで千秋楽やったっけって知ってる方。私わかんないな。わかる方いますか。やっぱ公演もさ、コロナで大変でしたよね本当に。あ、マーベリック見てガン泣きしてきましたって。あららららら、泣いちゃいました。私はもう泣かずにすっきりいい気持ちで帰ってきましたけど、横の方が泣いてて、そう、たまたま真横じゃなくてね、横の方の何席か空けて横の方が泣いてて、あ、泣いてると思ったら泣きやんかった。ガンダム見に行った？どこにですか？やったような、だってやったような、やってないような。某映画館。え、ガンダムって今映画してるんですか？私ガンダムだけは本当わかんなくて。トップガン思い出したよやっぱずっと昔から見てたら面白いんやろうな。私ずっと見てたわけじゃなかったからさ。ミルキーやめて年 B から離れたけど、気づいたらエミチもやめてたよなって。あ、そうね、達弘さん、すいません。そうなんですよね、気づいたら。私も早いですね、そう考えると月日って本当に。でもこうやってまた出会えたから本当に良かった、達弘さん。あ、そっか、コロナで中止になっていけなかったんや。ずかさん覚えてるわ、中止になったって言ってショック受けてましたよね。覚えてる覚えてる。
指輪のサイズ測るゲージリング持ってる。急にどうしたん？誰かにプロポーズでもするんですか？指輪さん？それとも指輪屋さん？卒業してからこうして絡めるとは思ってませんでした。ちなみに名前変えたよ。マーブル納豆味になってる。これは味より見た目がやばそう。なんかマーブル色の納豆を思い浮かべたらすごいグロそう。気になる。おじさんですが涙の湘南の振りを覚えててじわってる。山さん披露してほしい。ぜひ一緒に踊ってほしい。キャンセル代がもったいないから大阪まで行ったわーって。いやそうなりますよね、本当に。そうだよね。海津見るたびにじゃんけんの思い出そう。じゃんけんもあれね、もうトラウマレベルやから私。今日からゆっくり茶番劇動画投稿祭。何それ何それ。マーブル色の納豆はやばい。アフロッティさんフォローありがとうございます。アフロッティさんはじめまして、こんにちは。やってなかった？あ、千秋楽やってなかったって。やっぱり、え、そうなんや。アフロッティさんこんばんは、はじめまして。初見さんいらっしゃいです。こんにちは、アフロッティさん。よいしょ、はじめまして。私のことはじめましてですか？じゃんけんマン結構初期の頃です。お、水村さんレベル11になりました。やった、おめでとう。すぐ水村さんレベルアップする。練習力またお預けかなーって。もうそろそろできんのかなあ。はいって来てくれはってありがとうございます。上枝恵美香って言います。もともとアイドルしてたんですけど、今は女優さんしてます。今はラジオ配信なんですけど、また今日夜の9時半ぐらいに配信するので、顔出しでよかったら見に来てください。一応ね、4月2日ぐらいから毎日配信頑張ってます。お、山さんお星様大丈夫、ありがとうございます。ざっと数えて、現 NMB4、 NMB、 元 NMB で120人、遺跡除くと114人。すごっ、めっちゃもう学校みたいになっていてる。あ、 NMB やさやなしてしたごめんねって。さやかさん推しだったんですか？いやもうさやかさんはもう本当にね、もうなんでやねんとか言えないですよ。わかりますってなります。えみちさんのペンライトって何色ですか？ペンライトは緑と黄色でした。来週高槻阪急にビッグカメラできん、そうなんですか、知らんかった、すごい。ダイさんが作ったん？ダイさんが作ったんって言い方やばいか。水村さんかわいい、ありがとうございます。かわいい、ナイスかわいい。ナンバ推し、のレッキーですね。さやかさん、リリポン、ナナホだって。そうやったんや。山さん、今はナナホちゃん、ナナホちゃん卒業したよね。あ、教えてもらったんやって。紫と緑と黄色、紫じゃないです。紫どっから聞こえたんやろ、面白かったから勝ち。緑と黄色、ひまわり色って言って現役の時はやってました。めっちゃおもろかった。緑と黄色ですって、ごめんなんて、紫とって全然届いてなかった。キャスライベントの時、リリポン推しの人たちからリリポンうちをもらった。あ、そうなんや、いっぱい集めてた。あー、来た、
緑と黄色ナイスです。山さんありがとうございます。ペンライト踏切に望遠鏡僕ついてた大さんもうまた全然違うんですよ。しかも読めない読めない緑と黄色なんですよ。ひまわりの色だよ。ひまわり、ひまわりが好きなの。もらったのリリポンうちわだけって。え、でもすごい、もらうってすごいですね。嬉しいですね。なんて読むのこれ。何何色声が生まれたよ。えみちのショールーム YouTube に上がってるよ。ねこの間ね教えてもらったんですよ。らしいですね。めっちゃやだ、恥ずかしいから。誰も聞いてない、そのなんていうの、限定でこうやってるっていう気持ちでやってるやん。何言ってんの。限定で見られてるっていうので、今この時間この時に来てくれてる人以外まあ、見れへんぞっていう気持ちでやってるのに YouTube に上げられちゃうといつでも見返せるから恥ずかしい。あ、リポンちゃんもです。これ押すってなったら総選挙事件がだって、あの沖縄台風直撃の日沖縄ホテルでひっくり返ってるのが楽しみです。そうなんですか。ヤマさんがホテルでひっくり返ったってこと。私はフーちゃん押してましただって。見た目青春早のにぶっ飛んだのが好きだったギャップギャップが確かに。フーコさんすごい綺麗で本当にね素敵ですよね。今は押してないんですか。今も活動されてますよね。急いでたら会場より早く着いたやって、やば急ぎすぎて、え、びっくりしてベッドから滑り落ちた。やば怖すぎ。いや本当に災害、自然災害って怖すぎますよね。本当に嫌すぎる。自然災害は本当に嫌だ。ってことは YouTube の名前呼ばれるの世界公表されてるってことで、ほんまそれや。なんかすっぴんで配信とかしにくい。あそこまで吹っ切れてピエロになれるとすごいそれで押してたんや。嫁に行ってくれ、リポポが好きでしたってねえ。お嫁さん同い年なんですよ。しかもリポポさんでも燃える前の首里城ちゃんと中まで見たし、あ、それは素敵本当に。うん、もうちょっとで立て直されるんですよね。沖縄台風の時羽田空港着いたら中止でしょうがなく暇に、羽田空港でフライトシミュレーターしてたなんかそれはそれで楽しそうなんだが、ミラコやって。ミラコ、リポポ出産前の動画アップされてたなーって。そうなん、見ようかな。絶対可愛いリポポさんの赤ちゃん、絶対可愛いですよね。よいしょ、ああ腹筋した。リポポの旦那さんお笑い芸人ですよね。ネタ見たことないけどって。ああそう、お笑い芸人さんですよね。うん、中野未来。ああそういうことか。ミラコ、ミラコ、ミラコって呼ばれてるんですか、未来ちゃん。例えば離婚の話題はまだ NMB ないなって。みんな円満素敵
中村の風さんなら配信で見るけどってね、ずかさん昨日のこの時間の配信来てたかなって、あれれれわかんない、来てたと思う。疲れてるならやめれば、夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、めっちゃ好き。音楽聞こえてますよね、私一人で歌ってる変なやつじゃないですよね、音楽流してます。離婚の母はいてるけど、そうね、全然悪いことじゃないと思うけどね、いろんな形があるから。よいしょ、かすかに嘘、待って、リナッツの朗読劇卒業しても活躍してるの推しじゃなくても嬉しいです。うわー素敵、山さんいろんなとこ行ってて、私の舞台とかもまだいろいろ来てくださいね。ミラコのお姉ちゃん道推しだったなって、そう道推しって言ってくれてて嬉しかったね。あ、聞こえる、よかったよかった、こっそ耳澄ましててくださいね。ね、聞こえたでしょはいって、山さんすごいすぐバーベキューも来てくれるって言ってくれたから、めっちゃ嬉しかった。埼玉の何のせいでソーラーパネル割れまくり、何のせいですか。さやか先輩は元気ですかって、わかんないんですよ、どうなんやろう、ね、気になりますよね。もう一つの端末で昨日のショールーム配信チェック中、あ、そういうのできんねや、すがすが情報多すぎてついていけんで確かにみんないろいろとやってるから大変。卒業してからメンバーの話で盛り上がれるのって素敵やねって、本当に本当にそう。ひょう降ってんの、え、バーベキューやるのってずかさん来てくれるのに来てくれるのに、いつ6月12日です。振りをうまいことしてくれたんや。6月12日に大阪でバーベキューイベントがありますので、皆さんぜひぜひ来てください。え、昨日でかいの降ってきた、そうなん、知らんかった、大丈夫でした。そうやねん、やんちゃくれさんね、気になってたんですけども、アンチの舞台も7歩出るんで情報回ってきました。あ、それでね、なるほどね、やっぱり元気が気になるな、みんな幸せになってほしい、ほんとそれだよ、ほんとそれ、ほんとそれ。スパイファミリーの夜のコスプレ似合うやろ、スパイファミリーの夜のコスプレどんなんやそう、あ、もうこんな時間や、一旦この辺で配信を終わりたいと思いますが、えみちさんのファンクラブも入ろうかなって、え、やまさんぜひぜひウェルカムです、お待ちしておりますかわいい、この音符がかわいい、音符の顔、群馬で5センチはやばい、怖すぎる、外折ったらやばい、当たったら痛い痛い。というわけでですね、最後にちょっとだけ告知しますね。6月12日バーベキューイベントが大阪であります。申し込み締めまであと2日です。江口のファンクラブだよ、第3デイさんもいらっしゃい、よかったらちなみに6月12日にバーベキューイベントが大阪であるよ、申し込み締め切りまであと2日だよ、よかったら来て来て、お肉食べて飲み放題だよ、いっぱいお話ししながら写真撮ったりとかもできるよぜひぜひいらしてください。気になるなという方は神枝恵美香バーベキューイベント検索です、よろしくお願いします。あと5人は来てほしい、あと5人は来てほしい、ちょっとお友達とかにも言ってみてください、よろしくお願いします。
ほんならそろそろ一旦配信終わりますのでランキング読みたいと思います。いきます。13位やーくん、12位ゆきおさん、11位しんじさん、10位石田正しさん、9位手巻き寿司おさん、8位たかさん、7位やまさん、6位ずかさん、5位やんちゃくるさん、4位玉ねぎさん、3位みずむさん、2位たつひろさん、そして1位はたかきさんでした。ありがとうございました。いや皆様本当にありがとうございました。フランチャイズ、フランチャイズとはファンクラブアプリファニコンさんでやっております。よかったら検索してみてね。ほんならまた後で9時半ぐらいに戻ってきますので、よかったらぜひぜひ戻ってきてください。明日ちょっと朝早いので夜あんまり配信できないんですけれども、9時半ぐらいには一応帰ってくるのでぜひ来てください。ほんならね、皆さんありがとうございました。バーベキューイベントまだまだお待ちしてるぜ。じゃあね、またね、ありがとうございました。バイバイ。